はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダスサムの物語なんですが、ここは今どこにいるのかというと、キャプテンのいた最初にいた最初ではないか2回目に会う時にいたあのビルの手前あたりにいるんだけど、なんで今ここにいるのかというと、実はもうすでにエンディングを1回これ迎えていて、つまり、DLC ストーリーの実況が終えてからの再プレイという状態なんだけど、なんで再プレイしてるのかというと、まずこのエリアで、このエリアだけじゃないんだけど、まだ行っていない未探索の地点がいくつかあって、とりあえずその最優先の目的地に行ってから確認しようと思ってたんだけど、まさかのそのメインのミッションを進めてしまうと以前のエリアに戻れないっぽかったんで、そこを行けずじまいのまま終えるのもちょっと気になるんで、ここだけじゃないんだけど、ちょっと未探索の地点を探索してみます。まず1箇所目はここキャプテンのビルの隣の、早速銃声だが。はい、とりあえずやっていこう。後から来れると思ってたんだけどね、後から来れない場所だったんだよな、ここ。そうだ、地雷に気をつけよう。待ってよ、今の装備サプレッサー一切ないな。でしかも明るいし、どうしようかな。本編には特に関係のない建物だったんだろうけど、何かしらの武器のアタッチメントとかが手に入るはず、こういう未探索の地点は。随分と陽気な音楽かかってるけども、こっちにトラップがあるな。 あった。わざわざこっちにトラップがあるってことは、こいつは俺のもんだ。裏口とかに繋がったり、何を売ってんだ？どこのクソったらだ？バレた？バレてんな。やっちゃおう。ゲ？こんな最序盤じゃサプレッサーなんて手に入んないからな。火炎瓶投げてきた。あ、そうだ、このハンドがあんまり弾ないんだ。武器も最序盤の状態だから大したアタッチメントもないんだ。殲滅しちゃおう。グレネード、ほい、イエイ。なんか投げてくるな。なんか入っちゃうか。あ、結構いるな。あ、でもめっちゃ弱い。めっちゃ弱いな。左側にもいる。OK。 まだいた。
全然動かない。出て。降伏してくれてもいいんだよ。数が数だから降伏はしないか。あ、降参した賢明ですな。さてさて、落ち着けって。問答無用で撃ってきたのあんたらだな。2階はどこから行くんだろう。なんか騒がしいな、こっち。ああ、ラジオとかじゃなくて映画館？なんかあるかな。ボロンボロンだけど何の映像だろう。あれ、待てよ、これ見たことあるな。これ知ってる人いるかな。あの、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、世界最古のモノクロ映画かなんかだったはず。確かそんなやつ。もしも詳細が分かったら、確か YouTube にも、YouTube に上がってていいのかな？ YouTube に動画あったはずなんで、URL を載っけておこう。ゲーム内で見たことのある映像を見れるとは。で、2階に降伏した敵がいるんだけど、クソとか言ってるけど、ああ、こっから入れたんだ。あれ、これ同じものをキャプテンのビルかどっかで見たな。あ、で、今キャプテンが戦っ、あ、そっか、この銃声キャプテンがミュータント撃ってる音が。うわ、ナイフ刺さってる。上の階に行きたいんだけど、階段、あ、階段あった。ピピピピ？あ、外の地雷か。この映画、こんな陽気な音楽かかってるものとかじゃなくて、無音の映画だったはずなんだけど、あれ、これ取り出せちゃう？テレビの見過ぎは目に良くない。でっかテープ。待てよ、テープを取り出した。なんかこれ同じようなテープのこのドライブ、あの最初にキャプテンと船で移動し始めた時に不意打ちをかけてきた悪党の建物に同じようなドライブがあったんだけど、このテープを持ってってそこで再生できるとか、そういうわけではないのか。切っただけ。切っただけか。この辺にあまりの敵がいるんだよね。結構部屋あるな。お、たくさんテープがあるよ、ここ。映画館か、昔の。なんか秘蔵映像があったり。パッケージみんな同じだけど。あ、アメリカ国旗がついてる。ああ、これは面白そうだ。
はあ、ははあ、さっき別の部屋にも同じテープレコーダーがあったから再生してみる。ここは特に何も。こういうところになんか真新しい写真があるから、開発者の人だったりして。さてさて、お隣の部屋。入れない。どこの兵士が喋ってんだ。向こうかな。しくじっちまったぜ。あ、いたー。ああ、これ外から開けないドアなんだ。どうしよう。おやすみ。はい。顔よ。その右手の曲がり方やばくない？その右手関節バキバキだが。こいつはいいもんが見つかった。あ、ここでもぼちぼちアタッチメントが手に入りますよってわけか。あ、よし、こいつは役に立ちそうだ。ハーモニカのメロディー。ああ、劇場側のスクリーンでも再生できるのかな。どんな映画が。息抜きに何か教育的なものを流そうか。あ、姉妹都市であるウラジオストックとサンディエゴはそれぞれの国において非常に重要な海軍港があるだけでなく。驚いたな、サンディエゴだ。の中心地として各地域の発展に大きな歴史的役割を果たすなど多くの共通点があり、極めて良好な友好関係を築いてきました。両都市ともそれぞれの国だけでなく太平洋地域全体に重要な経済的影響力を持ちます。この激動の時代、反動勢力がヒドラとなってそれぞれに台頭する中、私たちはウラジオストックとサンディエゴ間の友好関係をより強固なものにするため、あらゆる努力をしなければなりません。私たちは現代の国際関係において友好的支援や相互理解は敵意や不信にとって変わるものだと信じています。そしてこの両都市の協力関係はそのような理解の模範例であり、その目標に向かう道しるべなのです。親父、もうすぐ帰るよ。待っててくれ。はい、最初に映った橋ってゴールデンゲートブリッジ。あれ、でもゴールデンゲートブリッジってサンディエゴじゃなくてサンフランシスコだけど、まあまあまあ、他のテープ持っていけたり、持っていけたりはしないんだ。じゃあ、悪党がいた建物にあったあのテープレコーダーは何だろうな。デコイ的な役割かな、あれも。まあまあまあ、ここはこういう感じでしたと。よし、ここはこんなところだね。映画館でしたと。未探索地点の探索 OK。 あともう一箇所あったんでちょっとそこまで進めよう。次の未探索地点は目の前にある建物。ここ後で行こうと思ってたんだけど、まさかのバッドウィング戦闘イベントが発生したらここに戻れないというオチだったから探索できなかったんだよな。あ、結構敵いる。え、隠れられる場所を探すべきだ。ありがとな。礼には及ばん、気をつけろ。
待って、ちょっとあれ、上陸して。待って、パパッと敵を倒してあの建物の中に入らんと。おお、わうわうわ、マジかよ。ファグリーを吊り下げてる。で、じゃあどうしようかな。裏口とかあるでしょ。地雷はなさそう。あーやべ、降ってきた。よし、その辺から入るか。オッケー。最近近接キルしてないから、そいキルではないけど、おそらく未探索地点で探索していなかったところはここで最後のはず。だけど思ったより広くないな。寝とる。今兵こいたやつは殴りマークが出る前に投げナイフを投げてしまった。返事しろよ、俺の仕事が増えるだろうが。警戒されちゃったかな。下の階がやたら明るいな。あ、警戒解かれた。雨降ってるから外出れないしな。その部屋なんかありそう。あ、錠前を破壊するならまた音立てちゃうし。雨止んだ。止んだね。こいつ騒がしいから倒しよう。いや、ああ、ちょっと向こう側に窓があるから中の様子を伺ってみよう。やってみるか。ほら、あ、全員やったか。なんとまああっさり。うわうわうわ、ファグリーメリーゴーランド。ておくか。今探知してんのはアイテムかな。よし、ここ開けて。
ットガンか。全然1周目で使わなかったショットガンが手に入ると、そんなところかな。これ以上行けるところはなかったはず、こっちのエリアでは。まあ、この建物をまあ見落としてもそこまで問題はなかったか。あってよかった。よし、じゃあこれで未探索のところ全部見たんで、今回のプレイ2周目だったけど、次回また1周目のプレイに戻って再開していきます。確か、なんだっけな、この辺バッドウィングのところまで進めていたはず。あ、ここに楽譜があった。じゃあ未探索地点の保管という形で今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。